Oh!
my back. Oh, my back. ブラジーカー選手の勝ち。 You got me two times now.
Shut up. I got you one time. And Sapporo, I want to challenge you one more time. One more time. コーナーより松永光弘選手の入場です。
Yeah!
たポーゴ選手の勝ち。セミファイナル特別試合シングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。青コーナー240パンダ大谷久勝、赤コーナー270パンダ多田後藤。
試合後、防護軍団の控え室を追放された大矢は、後藤とのタッグを結成した。予期せぬ展開に、新山、雁之助が後藤に詰め寄ると、後藤は手始めにお前らだと、9月7日札幌での後藤大矢対新山雁之助のタッグ対決を宣言した。FMW の歴史の中で、大仁田敦は数々の男たちと死闘を繰り広げてきた。ミスター・ポーゴ、タイガー・ジェット・シン、テリー・ファンク、そして天竜源一郎。その大仁田が FMW において最初に戦った男こそ青柳正史である。平成元年7月28日、 FMW 旗揚げ記者会見での青柳の乱入から始まった大仁田対青柳の構想は、そのまま10月6日名古屋・露橋スポーツセンター、10月10日後楽園ホールでの旗
旗揚げ2連戦のメインイベントへと展開していった。戦績は1勝1敗、決着のつかぬまま、2人の間には5年の歳月が流れていった。しかし94年7月17日後楽園ホール、突如青柳は FMW のリングに乱入。さらに7月31日横浜文化体育館でも再び大仁田を襲撃。ついにポーゴから大阪城ホールでの大仁田との対戦権を譲り受けた。大仁田敦史対青柳正史、 FMW の原点ともいえる2人の戦いが時を超えて今よみがえる。本日のメインイベント、ロングロープ戦線ペンリーバカーバリケードマットダブルヘルデスマッチ、時間制限一本勝負、青コーナー230パンド青柳正史。赤コーナー240パンド大仁田敦史。
るか。10分経過。Let's go!
Seven!
サンダーファイヤーパワーボールのノックアウトにより大分敦史選手の勝ち。よっけ、お前と俺じゃ背負ってるもんが違うんだよ、てめえ。
ろうと思います
リストップにより大谷久津ターザンボード組の勝ち。水上で座ってたから3年変だ3年お前なんかディスマッチはできるわけねえだろ。いやまんなんだよそのブタモの仕方。おいなんだよそのブタモの仕方。お前お客に同情されるようじゃお前最低だよお前。おいふざけるな。何や水上デスマッチだバカ野郎。デスマッチ軽く見ろデスマッチ軽く。おいお前も松永と同じ穴の向き方だよ。おいお前もだよ。おいOh!
Get it!
て背負ったものはあるんだ。俺は絶対にウィングを潰さん。俺は一人でもウィングを貫く。突然の金村の乱入に大仁田は激怒した。しかし6日後の9月13日入院中の金村のもとを松永が訪れた。松永を兄のように慕う金村からの一緒にウィングをやりましょうという申し出に松永は即答を避けた。これを聞きつけた大仁田は松永の真意を聞き出そうと詰め寄ったが、松永は大仁田の声を振り切って帰っていった。そして9月22日桐生大会終了後の松永の前に金村が現れた。ウィングの象徴とも言うべき有刺鉄線バットを渡された松永は腹は決まったと言い残して金村と共に去っていった。こうしてウィングの名のもと松永と金村は再び手を組んで FMW 神宮大会に乗り込んできた。
大石に決めてそうお分かりください。赤コーナーより新山勝利氏、ミスター勘之助、大仁田篤史の入場です。ミスター防護組の入場です。電流水上キライバカダブルヘル6人タッグデスマッチ、時間無制限一本勝負を行います。青コーナー240チャンダー保坂秀樹、同じく280チャンダーザ・グラジーター。ミスターの助け、新山勝利みたい。
ミスター王を高く立ち入った高坂秀樹組。
You may
難しいことを一生懸命やってきた。お前たちが信じてくれる限り、俺たちは FMM は絶対潰れる。人間に限界はない。